東洋リファールは日本の競争は、いわゆる持ち込め馬で芝とダートの両方で重傷を勝った。バレーは休表記とする。1992年11月4日に京都競馬場の新馬戦でデビューし勝利。続くカトレア賞にも勝利するが、4歳の春にかけて頭骨の骨膜炎に苦しめられ、ラジオ単波杯3歳、ステークス、キサラギ賞。 アーリントンカップはいずれも6着に終わる。休養を挟み、東京優秀の優先出走権を目指して出走した、トライアルの NHK 杯で4着に敗れると、当時、残念、ダービーと呼ばれていた、ニュージーランドトロフィー4歳ステークスに出走し、6番人気の低評価を覆して、中段追走から大外に持ち出して、楽々先行馬群を捉えると、2着の K ウーマンに庭審査を、 つけ勝利する。続く、中日スポーツ賞4歳ステークスでは、当時の日本レコードで勝利したネイハイシーザーに敗れは、下が2着を確保した。秋は、菊花賞を目指したが、神戸新聞杯を4着、京都新聞杯を3着となったことで、陣営は、距離適正に限界を感じたのか、短距離路線に変更した。しかし、マイルチャンピオンシップで5着、 スプリンターズステークスでは発着に終わる。1994年、5歳の初戦には重傷に昇格した平安ステークスに出走。初ダートとあって5番人気と評価はそれほど高くなかったが、高一位相から逃げ粘る、地方がオーディンを追いかけ、ゴール前で首差捉えて、重傷に勝目を挙げた。しかし、レース後骨折が判明し休養。6月の CBC 賞で復帰したが、 4着に終わると、再び骨折が判明。秋に復帰も3走していずれも盆倉に終わる。6歳となった1995年は、初戦に前年に勝利した平安ステークスを予定したが、回避し、スバルステークスに出走すると、2着自ド外に4馬審査の、勝利。中1周で出走した、フェブラリーステークスでもライブリマウントの2着と、構想し、続く、 マーチステークスでは59キロのトップハンデを苦にせず、重賞3勝目を挙げた。そして芝のマイル路線に駒を進めるが、KO 杯スプリングカップでは一番人気に、支持されながらも8着に敗れ、安田記念も15着に終わる。続いて出走した宝塚記念では、最低人気だったが、このレースで逃げを打つと、2分10秒2の日本レコードで、勝ったダンツシアトルから、 わずか0秒四差の四着に粘った。高松のメア灰では六着。秋初戦のマイルチャンピオンシップ南部杯で五着に、敗れると、続く、天皇賞では十七頭立ての十六番人気の低評価になったが、逃げて、桜地と瀬尾から0秒二差の四着に粘る。しかし、再び故障を発症した。九百九十六年、七歳の初戦として、川崎記念に出走したが、 5着に敗れると、再び休養。休養は決勝戦の毎日王冠では12頭立ての8番、人気も、逃げて、アヌスミラビリスの2着に粘った。再び故障で休養し、8歳となった1997年、プロキオンステークスで復帰すると3着に抗争。しかし3番人気に支持されたアンタレスステークスでは11着に、終わり、秋に朝日チャレンジカップ、京都大賞店と出走し、 これを最後に現役引退した。1998年より北海道静内町のレックススタッドで種ボバ入りした。数少ないゴドルフィンアラビアン系の種ボバであったが G1 未勝利場としては後輩量が高かったこともあり、初年度の種付け等数は19等、2年目が4等と厳しい状況でのスタートとなった。しかし産区が生まれるとその馬格の良さが 馬産地のあちこちで評価されよく売れた。そのためレックスが後配量を無料にするなど営業を強化したところ、3年目に人気が急上昇し77頭もの後輩品馬を確保した。その中から指定交流重賞カキツ記念の優勝馬、吉野一番星を、さらにその翌年の3区から南関東の大賀賞優勝馬未来を排出した。 しかしその時点ではすでに守母場登録が抹消されていた。2005年1月28日付で種母場登録を抹消し、用途は転売不明となっている。ありがとうございます。